で、プリモデュースを召喚するためには、まずこのプリモデュースコアっていうものを作んなきゃいけないので、各種アーティファクトが必要になってきますと。オッケーオッケー。じゃあ、とりあえず各種アーティファクトをなんやかんや揃ってたので、プリモデュースコア作っちゃいましょう、これで。はい。1段階の準備は終わり。じゃあ、次の素材。次の素材がこんな感じ。はい。ドラゴンエッセンスとドラゴンワイバーンのサドルと、あとドラゴンのトロフィーの生首だね。で、あとはドラゴンワイバーンっていう生物のサドルと、まあ、今作ったプリモデュースのコア、そしてエレメント2000個です。はい。なんか今までの5000個とか要求されてたのを見ると、ずいぶん柔らかいなっていう風に思ってしまう自分がなんか殴りたくなってくる。で、ドラゴンエッセンスは、まあこんな感じで、なんだっけ、何のワーデン倒した時だ、なん、あ、そうか、ニロックだ。ニロックを倒した時に、実は手に入ってたので、これで OK。で、生首もこれでよし。で、ドラゴンワイバーンのサドルが、実は、何かを倒した時に現物が手に入ってて持ってるっていうね。はい。ちょっといいサドルだから、あんま使いたくないっちゃ、使いたくないけど。まあいいでしょ。あ？あれ？ちょっと待って。ドラゴンワイバーンのサドルでしょ？あー！これだ、これ違うんだ。インプルオブのドラゴンワイバーンのサドルだから違うんだ、これ。え？これ別物なの？ドラゴンワイバーンのサドルとインプルオブドドラゴンワイバーンのサドルって何それ。え、俺ないぞ。じゃあ設計図とかあるかな。ドラゴンワイバーン刺さってるやつどうだこれ。あ、インプルオブドですね。あ、意味ねえわ。あ、これこっちの方が威力、あ、あ、そうか、取り替え、あ、そうか、これ取り替えらんないんだっけ。あ、それ外せねえんだ。これで作れるだろう、ドラゴンワイバーンのサドル。これだね、普通のドラゴンワイバーン。え、硫黄と繊維がない、硫黄と繊維がない。オッケー、じゃあドラゴンワイバーンのサドルはこれで作れるね。あ、ついに揃いました。というわけで、プリモデュススポナー、行きましょう。これは多分どっかで使わなきゃいけないんだよね。いつもの賞味期限っていう。いつもの賞味期限。よし。なんでカマキリがこんなにいっぱいいるの？ちょっと待って。待って。このアーマーというのもアルファマンティスはきつい。さあ、行きましょうか。これを飲めば、ついに相棒と再会することができる。きっと、何年も経って様変わりしてしまったでしょうが。さあ行きましょう。一斉の、へい。あら、静か。あ、静か。何も出ないの。プリモディウスセレスティアル、ローミングアークみたいな、なんかそんな感じのは出ないんだ。で、ちゃんとほら、名前、プリモディウスセレスティアルってなってるよ、ほら。ほら、ちゃんとプリモディウスセレスティアルってなってる。いいね。ちゃんと名前を踏襲してるじゃないですか。そして、この翼、お前この翼もしかして何も変わってないのか。よし、もっと遠くから見てみよう。マジ？うわ、この翼変わってないんだ。すごい、なんかメカメカしさ がかなりかなんか加わってるけど、待って、変わってない、この幻影の翼。そう、プリモデュースといえばこれだよね。青色の幻影の翼、影の翼と言ってもいいかもしれないけど、これ変わってないんだ。そしてすごい青感やばいね。これこんなに青くなったの。昔はね、どっちかというと黒が強かったんだけど、モーターみたいなのがついてる。で、騎乗できるが、サドルが一応つけられると。おお。で、つけたら外せなくなるかな。まあでもいっか、676だから、まあそこそこいいでしょ。あ、外せるんだ。あ、なんだ。外せるわ。他のボスと違ってサドルは取り外しできるね。あの他のこれ、メガピテクスとかさ、ドラゴンとかは、一回サドルつけちゃうと外せなかったけど、ちゃんとこれは外せるわ。見てこれ。角が氷だよ、ほら。角が氷になってる。まさか氷のドラゴンなのか。でもこれあれだよね、なんかスタインヨルかなんかの背中の角じゃないこれ。背中のトゲかなんかを持ってきたでしょ。で、これが目か。意外にも口は、かなり肉肉しい。ほら、結構機械っぽいかと思ったが肉肉しい。なんだろう、意外となんかほれ、意外と肉残ってるね。あのね、リメイク前のプリモデュースって全身がもう影みたいな感じになってて、影と機械っていう、影と機械の融合みたいな感じになってたんだよ。だからね、あんまり肉肉しさはなかったんだけど、リメイク後のプリモデュースはかなりなんか肉感が残ってるね。しかしまあ、かなりゴテゴテになりましたね。なんかね、機械と、機械プラスなんかここら辺とかは、ちょっと待って、この辺ほら。この辺なんか、鉱石感がある。なんかどっかの洞窟かなんかのオブジェクト持ってきてんのかな、これ。
これね、どんなか分かんないけど、まあいいや。じゃあとりあえず乗っていきましょう。おお、これがリメイク後のプリモディウスセレスティアルだね。素晴らしい。なんかセレスティアルってなんか青って青色っぽいイメージなんだけどさ、その色がかなりしっかり出てますね。で、足音はちゃんとすると、走るとこんな感じだね。まあそんなに遅くもなければ。あ、水中飛べるのね。オッケー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 。なんかまあここら辺はあれか、ドラゴンはだいたいこういう判定か、水中飛べる判定。じゃあちょっとかけ空を飛んでみましょう。空を飛ぶとこんな感じです。いいね。なんかね、いろいろとね、あーちょっと待って、肩の部分がアーティファクトになってる。ほら、強者のアーティファクト。そうだね、強者だもんな。お前は強者だもんね。唯一無二の最強のセレスティアル種だったんだから、そらそうだ。これが今飛んでる姿だね。昔は黒が強かった分、かなりなんかのっぺり感みたいなのもあったんだけど、今回はいろいろゴテゴテしてるからさ、なんかいろいろはっきりしてていいね。操作見ていきましょうか。着陸時と飛行時で分けて見ていきましょう。じゃあ操作方法、まず左クリックは噛みつきだね。アーマーのせいかあんまり口が開いてないように見えるでもね、本当にね、あの肉肉しさが残ってるね。ほら、ベロとかよく見えるよ。ほら、なんか首の動きがちょっとなんか滑らかに見えるの、気のせい。なんかあんまりカクッカクッてしてないよね。なんか滑らかに見える、首の動きが。で、右クリック。まあ、ブレスで、ブレス？ん？今のブレス入った？これ。え、これブレスなの？待って、これはブレスなのか？ブレスなのか光線なのかわかんないけど。あ、光線だ、これ。ほら。ほらね、ちょっと待って、ゴジラの熱線みたいなの入ってんだけど。ゴジラの熱線よりもレーザーっぽいけど、ほら、ブレス熱線になってるんだなんだろうな、ああ、グラビームみたいな感じになってるのかね、わかんないけど、まあいいや。で、コントロールなし、シフトなし、Z、X、何これ、X で何これ、メテオ、どっから出してるのかわかんないけど、あのなんかファンネルが突撃していきます。 X キーでファンネルが突撃していく。これなんかアーティファクトじゃね、これなんかのアーティファクトっぽいけど、なんだろうこれ、わかんないや、なんだろうこれ、ちょっとわかんないけど、あ、やべえ、スタミナ結構持ってかれるわ。あ、一瞬で回復した、ごめん。あ、なるほどね。ブレスとかメテオブレス、これメテオブレスって、これをブレスと言っていいのかわかんないけど、これスタミナめっちゃ食うわ。ほら、もうスタミナないでしょ。うん、一瞬で回復しますけど。てか、スタミナが8000しかないんだ。なるほどね。それはちょっと息切れするわ。で、シーキー。え？なんだ？ちょっと待って。多分範囲攻撃だと思うんだけど。何これ？ドラゴンこんなモーションあったっけ？ほら、翼。ほら、影の翼を開くよ、ほら、こうやって。うわ、超かっこいいじゃん、これ。ほら、青い波動を出しながら、青の幻影の翼を開くんだけど、こうやって。すごいかっこいい。これ、攻撃なのかな？ちょっと攻撃になってるかどうか確認していい？なんか、もしかしたら攻撃じゃないかも。あ、ちゃんと攻撃だわ。え？え？ 1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、1、え？は？1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10、え、10億？は？ 1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、あれ？あ、即死攻撃の可能性ある。あ、ライアンのあれみたいな。確かにその説あるな。ちょっと、待って。あ、周囲にいる生物を即死させるみたいな、そんな感じになってる可能性あるね、確かに。このめっちゃかっこいい波動、まあ、要するにあれでしょ？あまりにも存在が神の領域すぎて、翼を開くだけで周りの生きとし生けるものを耐えていくっていう、そういうレベルか。なるほど。これね、左クリックパンチにもなるわ。なんか噛みつきじゃない時がある。
カメラの向きかな。これ噛みつく時とパンチの時がある。左クリック、これほら、まあこれはドラゴンの基本な的なとこだよね。基本攻撃、ドラゴンもこれ普通にバニラでも噛みつくかパンチするかしてるでしょ。それと同じだね。飛行時左クリック、他のなんかドラゴンでもあったんだけど、カメラが横向いてるとパンチになる、なんか着地モーションでパンチになるっていう、これね、あのモーションバグで、普通に真正面向いてるとちゃんと飛んだ状態で噛みつきっていう、ほらこういうやつね。あーいいねこれさ、噛みつくときさ微妙に、あーでも翼は元から開いてるか、ここだと分かりやすいね、翼が開いてる様子が。で、右クリック、まあ普通にさっきのブレスかな。あーこれ飛んでるときはよく見えるな、これ真下から見ると超かっこいいじゃん、これこれめちゃめちゃかっこいいじゃあ次 X。 あーさっきのメテオのなんか翼、なるほどね、これ分かった、翼に沿って出てたんだ、このさっきのメテオ。ほら飛行時だとよく見えるよ、ほら翼からなんか出てるみたいな感じになってる、これほら、着陸してるときはなんかすごい不規則な感じに、ね、なんかねなんか固まって、なんか不規則に固まって出てるけど、飛んでる状態でさっきのメテオを撃つとほらこういう感じで整列して飛んでいくから、多分翼がこうなんか反転になってそこから出てんだろうね。え、あごめんごめん、ブルードマザーに誤爆したわ、ごめん。え、あシーキー違うぞ、シーキーが変わってるね。陸上にいた時のこのシーキーのこのほれ波動ね、波動が空飛んでる時だとメテオブレスになる。ははちょっと待って、迫力すごいなこれ、音がいい、爆発のエフェクトと音がめちゃめちゃいいぞこれ。ほらすごいいろんなとこ飛んでいく。でダメージ、これ即死攻撃になってんの、一応ちょっと見ますか火力。まああそこに撃ってもまあ大丈夫だと思うが、即死にはなってないかな。まあシーキーはこういうブレスなんだろうね。なるほどね。ちなみにデバフ等は特になしか。いいね、ドラゴンがこういう垂直向けるから真下に打ち下ろすこともできる。あ出血してるわ、あ出血してるわ、ごめん。じゃあ今ビッグドリングダミー君追加したので、ちょっとこれ見えるかな。あ大丈夫大丈夫。噛みつきが炎上かな。ちょっと木に引っかかって、木に負けないで、お前木に負けちゃダメだって。ちょっと待って、カーソルあってね。通常の噛みつきとかパンチがまあ炎上デバフがあるんだこれで、一応これはドラゴンの炎上だね、ちゃんと。あ、割合ダメージのドラゴンの炎上がちゃんとある。うん。じゃあ次、ブレス。ブレスも炎上だね。で、すげえ、何連ヒットしてるこれ。何連ヒットだか分かんないけど、ちょっとごめんなさいね。いやー、ちょっとこれは重なっちゃって分かんないかな。で、次、X のこれ。このファンネルはデバフなしか。ファンネルにはデバフないね。てかこれ固定ダメージじゃない？ファンネルは。ちょっとごめんなさいね。ちょっと命令あげるわ。500に、ちょっと500にして。ああ、ファンネルこれ固定ダメージだ、これ。これ、ファンネルキャノン。あ、なんかファンネルミサイルか。いけてるこれ。いけてるかわかんないけど、まあいいや。まあとりあえずファンネルミサイルはなんか固定ダメージ臭い。で、C キーのこれ。これはデバフないね。あ、てかこれ連発で、これ連発できんのこれ。これ連発できるんだ。ほら。で、一応まあこれはデバフないけど、なんか超絶ダメージが入ってるね。ただあんまり安定してないダメージが。
1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、大体10億ぐらい出てるんだけど、なんか安定してない。なんかばらつきがあるね。飛行時は多分何もあんま変わんないと思うけど、で、噛みつきは相変わらず炎上で、で、炎上デバフが結構長いからちょっと待って。噛みつきが相変わらず炎上でしょ？で、ビームも炎上と。で、X のファンネルミサイル。まあ、これも変わんないと。で、シーキーのこれ、これが、あ、まあ、モーションも何もかも技も全部変わってるから、これが一番気になる。これなんだ？外れてね。え、外れた？これデバフないんだ。なんか出血つくかなとか思ったんだけど。ああ、ないね、これ。まあ、とりあえずデバフに関してはね、意外とね、意外と少ねえ。意外とこの炎上デバフとかだけだね。あ、重複するんだ。あ、重複するわ。噛みつきとレーザーのやつ、超結するんだけど、これ。お前らどう？お前らって、いきなりエーペックスはちょっときついかな。ああ、やっぱりこれ即死攻撃なんだ、これ。これさ、ちょっと待って。このシーキーのやつ、当たってなくね、これ。なんかシーキー当たってない気がするんだけど。どう？メオラに当たってる？これ。なんか当たってなくね、メオラに。あ、なんかね、これシーキーの威嚇が当たってない気がする。普通にこれレーザーとか打った方がいいような気が。Apex X は普通に勝てるね、これ。Apex X は普通に勝てるわ。あ、あれ？メオラ、あ、メオラもし、あ、炎上してんだ、これ。なんかメオラダメージ通って、なんか意外と通ってんなと思って、これ炎上してるわ、メオラも。ほら。一応メオラを炎上させることはできるわけか。ただ、こちらもダメージ結構きついな。意外と食らってるな。あ、やった、エクストリームポーション手に入った。これで一気にレベル上げしよう。オッケー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 。メオラに勝てんだったら上等よ。お前は勝てるか？きついかな。きついか。な、いや。いや、いけそう。んー、この波動はちょっとダメだね。やっぱこの波動はダメだ。すっごいしょっぱいダメージが入ったぞ。ちょっと待って、しょっぱいネルダメージが、なんだこれ。なんだ、全然、え、待って、こい、待って、エーペックスギガルと無効化してんだけど。なんだこれ。エーペックスギガルとなんか無効化してるんだけど。こいつ飛び道具無効とかあったっけ？ほら、なんか、あ、なんか全部無効化されてんだけど、おかしいな。プリモデュースでダメージソースの大半が固定ダメージなので、上位生物はカスダメが、なの、あ、そうなんだ。あ、消えちゃった。消えちゃった。上位生物カスダメなの。メガボスに優位が取れれば結構熱いんだけど。これ効かないか。これも当たらないもんね。うん、これも当たってないから、あんまりこれは意味ないか、打つ。ああ、これあれだ、生の部分が当たってないんだ、これ。ほら、隣のさ、プライムアルファアルファサウルスにはこれ生の部分当たってるけど、メガドードレックスに当たってないんだ、これ。そうなってくるとこれじゃね、やっぱりブレスじゃね。このブレスが一番強い気がする。このブレスで DPS 稼ぐのが一番強い気がする。ここら辺のメガボスとかは瞬殺できるようなレベルであってほしかったな、俺は。さすがにそこまではできないのか。
バーデンやってみますか。ちょっとこ、あ、かかっちゃうんだこれ。これは効かないか。ライアンのあれみたいな感じで、ああ何かあるわけじゃない、ライアンみたいに効くわけではないのか。あ、あれ、ワーデンの出血はさすがに効かないわ。ワーデンの出血は効かない、これ全然で、さすがになんか他の火力がどうのこうのってわけでもないか。ワーデンには強く出れないか、これダメか。ワーデンに炎では効かないのか。これも当たらないか。これはこれもダメか。マジか。なんかあれだな、そんなに威力が出ないな。マジ意外、ちょっと待って待って待った、意外と強く出れないのか。あれ一応削りがある分メオラの方が楽、メオラとかライアンの方が楽になっちゃってるぞこれ。だからメガボスに関しては多分ねこっちの方がいいわ、プリモデウスの方がいい。メガボスに関してはメガボスはさ、ほら効かないじゃん一切、そういうデバフとかが。だからデバフが効かないんだったら、じゃあもうこれでゴリ押しできるこっちの方がいいかなって感じ。ゴリ押しプラスあと逃走 がしやすいってことでこっちの方がいいかもしれない、メガボスに関しては。どのみちほらメガボスはもうなんだろう、ライアンだろうがアルファレックスだろうがあんまり戦い方が変わんないからさね、ここら辺は。そうなったら安定策のあるこっちの方がいいっていう可能性はある。どっちがいいかね、なんかねどっちもなんか DPS 出てる気がするけど、メガボスとタイマー張るんだったら絶対こっちの方がいいわ。ね、安定感が違う、安定感っていうか安心感が違うわ。なんかメガボスが倒しきれなかったらどうしようっていう時の安心感が違うからこっちの方がいいわ。よし分かった、決まった。これはメレー伸ばそう。しっかり思ったより上位生物とはメレーで渡り合わなきゃいけないやつだ。結局カチカチなんだろうなっていう。まあ正直圧倒的であってほしかった。俺は正直メガボスとかに対して圧倒的であってほしかったっていうのは言っておこう。うん、いいね、最高だねこれ。これこそ我々、ね、オーバーホールモッドっていう感じの光景だよこれ。メオラがめちゃめちゃねこうなんかボットでかかったりするとよかったんだけど、素晴らしい迫力じゃないですかこれは。ほらというわけで、前作アヌナキジェネシスのエンドコンテンツにしてテイムできる生物の中では最強クラスだったセレスティアル種、はい、そのセレスティアル種の一匹だったプリモディウスのリメイク版をテイムすることになりました。まあ一応ちゃんとね、プリモディウスセレスティアルっていう名前が一応ついてるので、まあまだ一応セレスティアルってことなんだと思うんだけど、ただね、正直なこと言ってしまうと、ちょっと弱くなったなというか、なんか期待したほど強くなかったなっていう。うん。ぶっちゃけ、こう、ライアンの方が強く出れるなっていう。まあだから、シュプリームボスと、同じくらいの実力かなっていうのは少し感じましたね。はい、前作ほどのなんだろうな、圧倒的な力はちょっと感じなかったね。前作はね本当にワーデンとか、まあ、あとはエイペックス生物だとかね、そんなシガにもかけずに蹴散らせるぐらいの実力者だったんで、まあなんかそこと比べのそれを知ってしまっている身としては、なんかちょっとマイルドになっちゃったなって、落ち着いちゃったなっていう。うん、せっかくウォーツイフを討伐してやっと手に入る特殊別な生物のはずなのに、ちょっとなんかシュプリーム種とあんま変わんないっていうのは若干なんか残念感を感じた。うん、もうちょっと圧倒的で良かったと思うんだけどね俺は。うん、もうちょっと少なくともさ、アルファレックス、アルファティラノとかはさ、まあシュプリーム種のライアンとかをさ、まあ近づけないほどとは言わないけれどもさ、これらに対しては圧倒的な優位に立てるような状態があっても良かったんじゃねえかなとはちょっと思ったね。うん、ただデバフ関係とかがほとんど効いてなかったっぽいんで、いわゆる肉弾戦、デバフなしの真っ向からの肉弾戦は普通にシュプリーム種なんかよりはよっぽどいいんじゃないかなと。まあプリモディウスがドラゴン型っていうのもあるかもしんないんだけど、はい、まあそんなとこっすね。総じてちょっと前作ほどの圧倒的な力は感じなかったなっていう、そんなとこでしたかね。はい、まあがっかりはしてないけれども。というわけで、じゃあ今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ではさよなら。